だけどさ、スカーロイ、またぶつかっちゃったから、本当にペンキを塗り直してもらわないと。君はいろんなものにぶつかりすぎなんだよ、レニアス。いやあ、トーマス、ルークはどこ？ここさ、トーマス。ルーク、君にすごくいい知らせがあるんだ。ビクターと話をしたんだ。君が船から降ろされた時に本当は何が起きたかビクターが話してくれたよ。今、なんて言った？ビクターと話したって？ビクターに話しちゃったの？うん、でも他の機関車には話しちゃいけないってあれごと言っておいたのに。話したんだね。僕たちの友達だと思ってたのに。君は僕の友達だと思ってたのに。友達なんかじゃないや。ちょっと待ってよ、何か勘違いしてるって。その時ディーゼルの警笛がブルーマウンテンの採石場に響き渡った。おや、あいつがそうか。お前が他の機関車を海に突き落とすっていう機関車だな。お前の話は全部聞いてるぞ。鉱山鉄道の機関車たちはトーマスとディーゼルとパクストンから離れて採石場の上に行ってしまった。ディーゼルの話じゃなくて僕の話を聞いてよ。お断りだ。話なんか聞きたくない。君は裏切り者だ。帰ってくれトーマス。さっさと自分の場所に戻ってよ。ルーク、お願いだから逃げないで僕の話を聞いて。君の話なんか聞きたくない。もう二度とね。すぐにトップハムハット教とミスターパーシバルがお前の小さな友達を永遠に追放するからな。下へ参ります。次は山のふもとです。ルーク！トーマス、どうするつもりだ？ロッキー、お願い、僕を応援の台に乗せて。どうしてもルークと話したいんだ。そう言われてもな、トーマス。お願いロッキー。しょうがないな、君がそこまで頼むなら。でも落ちるんじゃないぞトーマス。おっと、トーマス、何してるんだいトーマス。君は重すぎて持ち上がらないよ。でもどうしても引き上げてほしいんだ。ルークと話をしなきゃ。君だったらできるよ、力持ちだからね。お願いやってみて。ああ、わかったよ。上に参ります。次は山の上です。